こんな感じですね。はい。じゃあ、改めまして、皆さん、こんばんは。まあ、さっきまでちょっと司会をやっていたので、ここから登壇する側になって、ちょっと気持ちを切り替えていきたいと思います。みんなが参加しやすいイベントを作るというタイトルで、少しお時間いただきまして、お話をさせていただきます。コードフォー練馬の青木と申します。よろしくお願いします。はい、ちょっとまず簡単にですね、自己紹介をさせてください。一般社団法人コードフォー練馬の代表理事をしております。職業はプログラマーで、まあ、会社を経営しております。まあ、小さな会社です。で、アプリ UD トークの開発者ですね。まあ、UD トーク、皆さん練馬区のイベントではちょくちょく見てると思いますが、音声認識でこう字幕を出していくアプリになります。まあ、こういうのを作っているというふうな人間です。はい。あと、レンタルスペース、練馬ベースの運営をしております。これはちょっと最後に宣伝をさせてください。はい。で、出身はですね、岐阜県の郡上市というところで、岐阜県、まあ、郡上踊りっていうので有名なとこなんですけれども、ご存知の方もいらっしゃるかなと思います。はい。はい。じゃあ、練馬区民歴はですね、まあ、15年から16年ぐらいですね。大学でこっちに来たので、もう東京に住んでる方が長いんですが、練馬区に来て、区内でも3回ぐらい引っ越しをしているような気がします。はい。で、趣味は楽器演奏と語学学習と書きましたが、前音楽の仕事をしてたので、楽器は大体のものが演奏できます。はい。で、語学はですね、でも今はもう練習してないので、ほとんど弾けません。はい。で、語学学習はですね、手話とか英語とか中国語、ちょっと得意な順に並べてみましたが、こんなのを趣味で、勉強をしております。はい。じゃあ、早速本題の方に行きましょう。で、コードフォー練馬ってどんな団体っていうところですけども、簡単に言うと、IT を活用して地域課題に取り組むということをテーマにしている団体になります。じゃあ、どんな人が参加しているのということになるんですけれども、まあ、いろんな方が参加していますというと身も蓋もないんですが、例えば僕みたいなプログラマーも参加していますが、そうじゃない方もたくさん参加していたり、あとですね、このイベントも一緒にやってくださっている村田さんも、コードフォー練馬のメンバーで一緒に活動をしております。結構ね、自分で団体とか地域活動をやってらっしゃる代表の方がですね、結構情報収集で面白いからって参加してくれるパターンもあってですね、いろいろこうなんか情報のシェアなんかをしている感じです。まあ、現在正規メンバー40人ぐらいで、まあ、会費で運営をしているような団体になります。じゃあ、コードフォーって何なのか。まあ、世界に広がるコードフォーコミュニティと書きましたが、シビックテックって呼ばれる、こう、市民がテクノロジーを活用して、課題解決をする分野での活動をしております。まあ、ちょっとね、シビックテックって横文字ですけども、多分これから結構キーワードになってくるような言葉だと思っています。まあ、つまりこう課題をシェアして共同で何かやっていこうというふうな感じの、ものになります。はい。ぜひ覚えていただければいいかなと思います。あと、コードフォーアメリカとかですね、世界中にコードフォーの冠をつけた団体がたくさんあるんですね。で、日本でもコードフォージャパンをはじめ、80以上のコードフォーが立ち上がり、いろんな活動をしています。で、日本がですね、結構世界から面白いなと思われているのは、なんかコードフォーキャットとかですね、これ地域猫を取り上げているんですね。あと、コードフォー選挙とか、まあ、これそのままですけども、選挙を取り上げているような、そういうなんかカテゴリーで立ち上げているっていうのも結構日本の特色らしいです。はい。で、コードフォーって冠をつけてですね、皆さんいろんなところで活動されてるんですけども、コードフォーね、今ですね、アクセシビリティっていうのをメインでやっております。まあ、アクセシビリティってスマートフォンにこうついてる機能で、皆さん名前は知ってる方はいらっしゃるかもしれませんが、まあ、なんとなくざっくりバリアフリーとかユニバーサルデザインだと思っていただければいいかなと思います。はい。それで、アクセシビリティに取り組んで、みんなが参加しやすいイベントにする、そういうサポートを行っております。まあ、例えば、日本語字幕ですね。まあ、多言語字幕も含めてですけども、まあ、これがあると耳が聞こえない方が参加しやすくなると、あとは画像ではなくテキストデータとか資料とかの音声ガイド、こういうサポートがあると目が見えない方なんかが参加したりとか、動画を見たりとかしやすくなります。あとはですね、どこからでも参加できるオンライン環境。まあ、体が不自由で物理的な参加が難しい方は、オンライン環境を提供すると、まあ、どこからでも参加ができるというふうな感じですね。あとはイベントの録画公開。これちょっと意外かもしれませんが、都合が悪くて参加できなかった人なんかでも、こう、参加しづらい、参加しやすさを求めるわけですよね。後から見えると、イベントに参加しやすいということになります。まあ、なので、こう、視聴覚、身体に障害がある形ではなくて、だけではなくて、まあ、用事があって来ることができないっていう方なんかでも、やっぱり参加が難しい方なんですよね。
で、子育て世代とか働き盛りとかになってくると、なかなか時間も取れなかったりとかします。なので、まあ、いろんな理由があって参加しづらい方も含めて、参加のしやすさのアクセシビリティというのに、コード法の今は取り組んでいます。で、ちなみにちょっと皮肉な話なんですが、コロナ禍になって、障害がある方たちが圧倒的にイベントに参加しやすくなったんですよね。例えば、こういうオンラインで喋ると字幕は音声認識でつくし、家からも参加できるし、で資料なんかもちゃんともらえるわけです、事前に。うん、でもちろん、障害がある方たちだけではなくて、僕ら自身もイベントに参加しやすくなったって体験はしてると思うんですよね。でまさにこのイベントなんて、多分コロナ禍じゃなかったら、やろうとも思わなかったようなイベントだと思うんですよ。なので、イベントの参加のしやすさっていうのはですね、ここ1、2年ぐらいで、もう過去10年ぐらいをひっくり返すぐらい変わったんですよね。でもですね、なんかそういう話を各団体さんにすると、なんかそういう特別なサポートが必要な方がこう来たことがないっていうふうによく言われるんですよね。でもやっぱそれは理由があって、サポートが必要な方っていうのは、それがあることが事前にわからないと参加できないんですよね。例えば字幕がありますっていうふうに書いてないと耳が聞こえない方なんかは参加が難しかったりとかするわけです。うん、で、まあ具体的な例で言うと、英語のイベントに同時通訳があるって書かれてないと、やっぱ躊躇しますよね。で、それで事務局に通訳ありますかっていうふうに聞くのも結構ハードル高かったりとかします。まあ、それと同じようなことが、日本人の環境で、地域でも起きているというふうなことです。で、そうしたテクノロジーの活用で、それが少ない負担でそういうサポートができるんだったら、まあ、設備として当たり前にあってもいいじゃないかっていうふうな考え方ですよね。うん、で、もっとテクノロジーの活用がそういうところでできるのがアクセシビリティの分野なんじゃないかなと思っています。じゃあ具体的にどんなことをやってきたかってことをちょっとご紹介したいなと思います。はい。まずこれ皆さんも記憶に新しいつながるフェスタ2021ですね。これはですね、オンラインで3時間の生配信を行いました。よくやりましたよね。で、地域団体さんがですね、生放送の出演と動画作成なんかをして参加をしていただきました。はい。で、ブレイクアウトルームを使ってオンラインのワークショップなんかも行いました。で、地域団体の方に作ってもらった動画はですね、字幕と音声ガイド。音声ガイドって何かっていうと、こう写真とかの動画を流しながら目が見えない方でも分かるように、ちょっとナレーションみたいなのを入れていくんですよね。そういうふうなことなんかをやることによって、まあ、スライドショーで音楽だけ流れているような動画なんかでも、目が見えない方でも分かるような情報を提供することができるというものです。で、これらの作成をすべての動画で、まあ、ほぼすべての動画で行いました。うん。で、これはですね、共同推進課の方も一緒に作成していただいたので、まあ、とてもそれは僕は感激しました。で、こちら YouTube に全部動画上がってますので、字幕と音声ガイド付きって2つあるので、改めて、ご覧いただけるといいかなと思います。はい。で、これ去年からやってるんですが、つながるカレッジ公開講座。オフラインとオンラインとハイブリッドの開催をやってるんですよね。で、現地の会場ではスクリーンで字幕もあったりとかしてます。で、YouTube 配信の方は画面にも字幕付きで見れるようになっていて、で、資料は紙と PDF でオンラインで参加者にも配布をしたりしています。で、終わった後もしばらく、アーカイブとして公開されているので、当日オンラインで参加することができなかった方も見ることができるようになっています。で、写真はですね、これ、シカンさんも、このつながるカレッジの、講師の、もう鉄板講師なので、その時の動画をご紹介しています。こんな感じで YouTube で、配信、講座の配信を見た方も結構何人かいらっしゃいました。はい。で、で、僕がですね、こうやって参加しやすさに取り組む理由なんですよね。で、これなんでかっていうと、もし自分が耳が聞こえなくなったり、目が見えなくなったり、歩けなくなったりとかしても、まあ、いろんな生活や活動が、それまでと同じようにできる地域であってほしいんですよね。で、ちょっと刺激的な言い方で言うと、世の中に絶望をしたくないんですよ。なので、絶望しなくてもいい世界は自分で作るしかないかなと思ったわけですよね。なので僕は自分のためにこういうアクセシビリティについてのことをまあ多く仕事でもやったりとかしています。で、実はですね、これが今日の司会の士官さんもですね、全く同じような考え方で自身の活動と仕事に取り組まれていることを知ったんですよね。なので非常にちょっと共感をしたわけですので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい。で、全員参加にも僕すごくこだわっていて、で、全員参加っていうのはそのまま活動の多様性に直結するんですよね。
で、いろんな方が地域活動に参加しやすくなることで、まあ、多様な活動に広がっていくと考えています。まあ、そういったことをこうサポートするために IT の活用方法とかをアドバイスしたりとか、サポートをしたりとかしています。まあ、実際うちのメンバーにはですね、視聴覚障害があるメンバーも多く参加をしています。本当に彼らは非常に多くの気づきを与えてくれます。で、まあ、そんな IT とかテクノロジーとかをいろいろ活用している団体ですが、まあ、ちょっとでも IT とかテクノロジーで苦手だなって方結構いらっしゃるんですよね。でもね、ご安心ください。コードフォーね、今は IT やテクノロジーをこう選択肢として活用できる提案をしています。押し付けるとか置き換えるみたいな感じのことをしているわけではないです。で、 IT やテクノロジーの活用って何が素晴らしいかっていうと、できなかったことができるようになるんですよね。つまり0を1にできるのがこういう IT とかテクノロジーの活用だと思っています。で、人間の仕事って僕はすごい貴重だと思うんですよね。なので、人間にしかできないことはやっぱり人間がやった方がいいと思うんですよ。それはどの分野に、仕事においてもエンターテインメントにおいても、全てのことによって人間ができることはやっぱり人間しかできないし、それは人間がやるべきだと思うんですよね。なので、テクノロジーを活用してそういうところを楽にすることによって、本当にやりたいことができるようになるんじゃないかなと思うわけです。で、そういったアドバイスとかサポートができればいいかなというふうに考えています。まあ、そういった課題を持っている方はですね、ぜひコードフォーネ今にご相談ください。やりたいこととかを IT とかテクノロジーを活用してサポートしますので、よろしくお願いします。で、最後にちょっと宣伝ですけども、自己紹介でも少し触れましたが、レンタルスペースですね。練馬ベースっていうレンタルスペースを運営しております。練馬駅徒歩0分のレンタルスペースっていうなかなかのパワーワードで運営してるんですけども、北口出てすぐのタピオカ屋があって、その2階になります。もう本当に近いです。まあ、分かった方もいらっしゃると思いますが、本当すごいところ、すごい近いところにあります。で、ここですね、例えば1時間500円でレンタルできたりとかですね、オンラインの配信設備もあったりとかします。ネット環境は充実してるんですが、ちょっと今日落ちたので何とも言えないんですけども、はい。まあ、その辺もしっかりね、サポート、組んでると思いますので、あとは最新ガジェットがいっぱいあるので、ドローンとかもあったりとかするので楽しめると思います。あとはもう僕個人的にさっき趣味が語学と言ったので、英会話とか中国語とか手話とか、そしてまあモンゴル語とかロシア語なんかの会話のイベントとかレッスンもここで受けることができるので、ぜひね、ホームページ見ていただけたらと思います。で、まさにね、その名の通り、なんか地域の人が使いやすい拠点ですよね。ベースになったらいいなと思っていますので、ぜひ皆さんご利用いただけたらと思います。というわけで、本日はご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当にね、はい、まあ、いつもお世話になっている青木さんなので、今更質問とかも私からは出ないんですけども。でも、アクセシビリティっていう言葉は本当にいいなと思って、バリアフリーっていうと、バリアって結構目に見えるじゃないですか。あ、この段差越えられないとか、ここは私向きではない。でも、実際はバリアって目に見えるものだけではなくて、なんとなくこっちが選択肢として取られないとか、選択肢として思い浮かばないとか、そういったものも本当はこう、うん、こうね、それに取り付けない要因でもあるのに、こうバリア、目に見えなくてもね、こうたくさんあるんだなっていつも思ってるので、アクセシビリティって言葉素敵だと思います。じゃあ、コードフォーネリマの陽子さん、何か。はい、もう入って3年ぐらいになると思いますか？思いますね。まあ、できて3年ぐらいなので、できて3年ぐらいだから。じゃあ、ちょっとまだあれかもしれないんですけど、なんかね、楽しい団体です。私みたいな、そういうね、IT は全然わからないようなおばさんもいるし、ものすごいスペシャリストの方たちもいたりして、だけど、みんなで同じように、ああでもない、こうでもない言いながら、楽しい団体だなとつくづく思っているっていう感想でもよかったでしょうか。あとは、はい、はい、大森さん質問してください、何か。はい、じゃあ大森さん。大笑いしてますけど、大森さん。はい。いや、めっちゃ司会やった方がいいなって思いました。ダメこれ。いや、すごい喋るの上手。
なんか司会は聞いた。まあまあ、はい。ありがとうございます。はい、あのちゃんと伝えないと、ほら、コードフォン練馬って結構謎団体だから、結構練馬区の中でも謎が多い団体なので、あのちゃんと今日は伝えなきゃなと思って、ちゃんとあのリハーサルもやって、あの今日に挑みましたんで、はい。素晴らしいプレゼンでした、本当に。ありがとうございます。はい、じゃあそれではね、あの青木さんでした。懇親会でもね、あの自由にご質問とかできるので、あのぜひね、また懇親会でアプローチしてくださればなと思います。